知ってるつもりは、1989年10月8日から2002年3月24日まで、日本テレビ系列局で毎週日曜日21時21時54分に放送されていた人物系ドキュメンタリー共用番組である。1996年から2000年9月までは、CS 日テレでも放送されていた。十二年半にわたって放送されていた教養番組で、 毎回歴史上の人物を取り上げて紹介していた。大半がその人物の生涯を振り返るものであったが、中には番組放送当時にも現役で活躍している人物を取り上げることもあった。杉原千畝やマルセルジュノー、中村久子など当時は一般にはあまり知られていなかった人物の功績や活躍を取り上げることもあった。取り上げる内容については、 一般的に認知されている事柄以外の意外な一面をクローズアップするようにしており、意外性の少ない人物については強引な構成となることがあるほど、ありきたりの電気番組には収まらないように工夫されていた。流れとしては、司会の関口博士が番組の要所や終わりに、さ、いかがでしたかと、パネリスト一人一人に感想を求め、最後にエンディングテーマ曲とともに、 関口が信玄調のまとめ文を朗読して番組を終えるというパターンが多かった。タイトルのは通常のとは逆の表記になっている。これは聞いて驚くという順序を表している。またごく初期の頃はエンターテインメント型情報番組という位置づけで小泉のこんなものいらないから引き続いてザッツインフォーテーニャメントのサブタイトルを冠としていた。 番組開始前、司会の関口博士が高橋進村と共に、先人たちの生き方の中に我々現代人が生きる、ヒントを得られるような番組はできないものかと企画。数ヶ月に及ぶ準備期間を経て、日曜午後9時枠での1時間番組という条件で編成に持ち込み、番組開始が決定された。放送第1回目で取り上げた人物は、平賀源内であった。この番組は、 クイズ世界は商売商売に続く日本テレビクイズプロジェクト第2弾の番組と位置づけられており1991年頃まではクイズ番組的な要素も含んでいたしかしそのクイズは二択が主であり非常に簡素なもので番組のメイン要素ではなく正当者に対しても賞品や賞金などは出なかったこれはプロデューサーが地味な電気番組では 企画が通らないだろうと、クイズ番組と偽って企画書を出したためである。当初の視聴率は一桁台で、萩原敏夫は、日曜のゴールデンタイムで、こんな地味な番組が視聴率を取れるわけがない、と思ったと述べている。しかし、その後はじわじわと数字を上げていき、放送1周年を迎える頃には20%を突破した。そして、 日本テレビが10年連続年間視聴率4王を獲得する黄金の90年代を代表する番組へと成長していった。最高視聴率は1993年10月10日放送分のジョンカイケネディ伝説で26.1%。その後は徐々に視聴率が低下しながらも21世紀に入ってからも12%前後の水準を維持していた。しかし、 関口の意向とも、氏家誠一郎の意向とも言われる中、2002年3月をもって12年半の歴史に幕を下ろした。最終回では、世界の思想、両親に影響を与える釈迦、イエス・キリストの二聖人を2週にわたって取り上げ、最後に、感動のグランドフィナーレという字幕スーパーが表示され、関口への花束贈呈の様子を映して、番組を終了した。 番組開始から1998年頃までは日本テレビスタジオでの公開収録の形式であった。しかし、水野真希が3代目アシスタントになった1999年頃からはスタジオ収録が減り、ロケーション場所での収録が多くなっていった。電気 VTR も初期には市への過程までが再現で生々しく紹介されていた。榎本健一の回にはダウンタウンが ゲスト出演した。1989年、1990年、1991年、1992年、1993年、1994年、1995年、1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、テレビ無50年番組編。 結1989から 1995p54 より出店。系列はネット終了時のもの。ありがとうございます。